日本の輸出管理で韓国半導体産業が操業停止へ、復活水素が在庫切れか。有観富士によりますと、日本政府が輸出管理を実施している復活水素などの在庫が、韓国にて11月にもなくなるんじゃないかと見られていることが明らかになりました。このの水素などにについてては日本政府がが韓国に対しし一部の輸出を許可しておりますが 9月の輸出量はたったの100キロであり、前の年の同じ時期と比べて99.9%減少しております。こういった100キロの輸出では、韓国の需要を全く満たしておりません。さらに、韓国側が、復化水素などを使用量を減らして温存していた場合でも、高純度の復化水素などは、 保管し続ければ品質が下がって使えなくなるため、温存策も全く意味はございません。このような状況の中でも韓国政府は自国の輸出管理体制を見直さず、韓国企業を創業停止に追い込もうとしてしまっておりますが、この韓国政府、韓国企業が 日本から輸入した復活水素などを中国に迂回輸出することを事実上黙認しているんじゃないかと見られておりますので日本政府には今後も韓国政府が輸出管理体制を抜本的に見直さない限り輸出管理を実施しずさんな韓国政府によって日本や世界が 危険にさらされないように対処し続けていただくようお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました